それでは運動生理学の講義を始めます。今日は体力、運動能力に及ぼす栄養摂取の影響についてお話をします。人は普通の日常生活を送る際に体内の物質を利用して体を動かします。この時何も食べないでいると体はどんどん痩せて細っていくので、私たちは食事を食べることによって体内の物質を回復させていきます。そうすることによって繰り返し日常生活を行っていくことができます。この一連の流れを栄養代謝と呼びます。普通の日常生活に加えてスポーツ選手がスポーツをする、中高生が部活でトレーニングをする、一般の人が趣味で走る、スポーツでなくても運送業の人が重い荷物を運ぶ、仕事として肉体労働をするなど身体活動量が高まると体内の物質の利用は高まり、通常の食事のままでは体内の物質量を十分に回復することができません。体内の物質量が低下することによって体は痩せ細っていくことになります。そこで食事量を増やす、あるいは補食を追加するなどして体内の物質を十分に回復させなければなりません。健康増進のための運動や競技スポーツ、仕事としての肉体労働など、その人の身体活動量レベルによって栄養士はその身体活動状況やその人の目標や目的に合わせた栄養管理ができなくてはなりません。身体活動レベルが上がるにつれて必要なエネルギー、栄養素量も変わっていきます。スポーツをするとき、特別な食事が必要でしょうか？答えはノーです。スポーツや運動を続けるためにはまず健康な体が必要となります。そのためには食事と睡眠、そして運動のバランス、これが非常に重要になってきます。パフォーマンスに影響する要素を見ていくと、まず土台に食事、睡眠、体を作ることですね、ここが入ってきます。そこに練習、そして強い気持ち、こういったものが重なって競技選手の場合は結果が出てきます。これによってパフォーマンスの向上が見込まれるわけです。そのためにもこの土台となる体作り、ここが非常に重要なポイントとなってきます。健康で活動的な体は食べたものから作られていきます。スポーツにおける栄養素の役割と関係する栄養素をスポーツに必要な項目から見ていきましょう。エネルギーの供給には糖質、脂質、そしてタンパク質と三大栄養素が必要になります。三大栄養素だけ取っていてもビタミンなどこういったものがないとうまく三大栄養素をエネルギーに変えていくことができません。それから筋肉の肥大や骨格の強化にはミネラルも必要になってきます。そして出来上がった体の機能を調節していくためには水や食物繊維、こういったものも重要な役割をします。運動するためには一般的に持久力、スタミナとパワーが必要と言われていますが、これの元になるものを考えてみましょう。持久力、スタミナは糖質によって作られます。一方筋力、これを作るのに必要なものはタンパク質になります。そして共通してビタミン B 群、ビタミン C などのビタミン類、それから鉄やカルシウムといったミネラル類、こういったものも必要になってきます。スタミナ
はエネルギーが供給され続けることによって向上していきます。そのためエネルギーの主な供給源として糖質と脂質が重要な役割を果たします。タンパク質をエネルギーとして使うのは特殊な時だけに限られます。例えば飢餓状態の時とか、1時間以上の運動を継続する時とか、こういった時に限られます。では運動と糖質について見ていきましょう。運動時には筋肉に蓄えられたグリコーゲン、糖の塊ですけども、これが運動時間が継続するに従ってどんどん消費されていきます。筋肉内に蓄えられている糖質がエネルギーとして使われている様子がよくわかると思います。運動後の栄養摂取のタイミングも重要となります。運動直後に適切な量の糖質を摂取すると、筋肉中のグリコーゲンは急速に回復します。しかし、運動後同じ量の糖質を2時間以上経ってから摂取すると、グリコーゲンの回復量は半分にも到達しません。このように、栄養補給にはタイミングが非常に重要となります。運動中は筋肉中のグリコーゲンが消費されてエネルギーが産生されます。運動終了後に適切な食事、この場合、糖質をたくさん含んでいる食事をとりますと、翌日の運動開始までに筋グリコーゲンの量が通常に戻ります。ところが、運動後の食事の取り方が不十分であると、筋グリコーゲンが回復せずに、どんどん筋肉中のグリコーゲンが低下して、パフォーマンスが低下するという結果を招きます。また、運動後の筋肉中のグリコーゲンの回復のためには、運動後に摂取する栄養素の組み合わせも重要になってきます。糖質だけ摂取した場合は、グリコーゲンの回復量はこのぐらい。タンパク質のみの摂取だと、その3分の1ぐらいになります。ところが、糖質とタンパク質を組み合わせて摂取すると、グリコーゲンの回復量は糖質だけを摂取した時よりも多くなり、糖質とタンパク質の同時摂取で筋グリコーゲンの回復がアップすることが分かります。このように運動後の栄養素の摂取の仕方、摂取の種類によって体に対する影響が変わることが分かります。このように運動生理学では運動時の体の変化と栄養素の関係についてもお話をしていきます。以上で運動生理学の講義を終わります。